岩手山は岩手県の北西部にあり、二つの外林山からなる標高2038メートルの清掃火山である。青森県から岩手県を経て、福島県に連なる大宇山脈の岩手県域北部に位置する岩手山は岩手県の最高峰であり、県のシンボルの一つとされている。日本百名山に選定されている。岩手県八幡大市、滝沢市。 雫石町にまたがる。西に、バー、倉山、大松倉山が続くものの、大宇山脈の主猟からは、離れており、独立峰に近い。東の森岡川から見る姿は、富士山のように、長い裾野を引く、整った形で、氷岩手と呼ばれる。南の雫石町や北の八幡大市、松尾方面から見ると、外林山の連なりが凹凸をなし、裏岩手と呼ばれる。 山域は1956年にドアラ八万大国立公園に指定された。山頂には一等三角点、岩手山が設置されている。地形図別名に岩集山があるが、本来岩足山と呼ばれていたものが岩手のおを見、み、岩手と似ていることから点火したものだとも言われる。春、氷岩手山には雪解けの形が飛来する和紙の形に見えるため、 これが三名の由来になったとも伝えられる。静岡県側から見た富士山に似ており、その片側がそげているように見えることから南部辺富士とも呼ばれる。古名に桐山学大正寺山、俗称に小山、小富士とペアで親富士と表現することもある。古来信仰の山で山頂外林を取り囲むように石ぼとけ、山麓の滝沢村、森岡市に、 岩手山の神社が祀られる。前9年の役以後、岩十三体験現代偶児として、伊豆国出身の栗谷川家が代々祭事を務めることとされていたが、後に祭試験をめぐり、工房があった。上空から約70万年前から約30万年前に活動したながり火山群を、抗議の岩手火山として、西岩手火山が活動を開始した約30万年前。 以降が、競技の岩手火山となっている。岩手火山は、山体の3分の2を占める西岩手火山と、その外林山の東に寄生火山として覆いかぶさった東岩手火山が重なってできている。東岩手火山の外林山の最高点が、岩手山の山頂である。山頂部とカルデラ山頂加工1731年の、 噴火で生じた小走り溶岩流岩手山と西の黒、倉山の間に西岩手火山のカルデラがある。このカルデラの成因は不明で東西に2 5キロメートルの長い台をなす。中央下口級を挟んで大地獄谷と左保沢という二つの小河線が北西に流れ出る。中央下口級の中に岡間湖と小縄白湖という河口湖がある。 小さな岡マ湖はほぼ円形で、明瞭な河口湖である。ワシ白湖は南東部が河口湖で、その水が溢れ出るようにして西に広がっている。人工地震による観測の結果、山頂下と山石山の下にはマグマだまりが存在していると考えられる。約30万年前以降現在までに大規模な山体崩壊を7回発生させており、 その都度1から2万年ほどの噴火活動が継続することによって、塩水上の山体を再生させ、旧式に入るという活動サイクルを繰り返していると考えられている。最新の山体崩壊は、大規模なものでは約7000年前の平賀災枠図なだれ、小規模なものでは13から16世紀頃に発生したと推定される一本木原岩節なだれとなっている。 火山噴火予知連絡会によって火山防災のために監視、観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている。1998年に活動が活発化気省庁が臨時火山情報を出したことから火山活動の災害対策が一斉に進められた。国、県、地元自治体が連携してハザードマップや防災ガイドラインを取りまとめている。 物を伝えられない思いに岩手をかけて岩手の山が使われた。八幡大使、滝沢市、雫石町からの登山ルートが存在する。火山活動の活発化に伴い長らく入山規制が行われてきたが2004年7月1日に解除された。ありがとうございます。